押し返島にある新安軍朝新安軍は大韓民国全羅南道西部の公海上に浮かぶ当初からなる軍。この項目ではかつてほぼ同じ区域に存在した里市東軍についても述べる。朝鮮半島の最南海上にある千0 4の島から構成される。東に無安軍、木浦市、霊岸軍、海南軍と接し、南には鎮東軍がある。 公海会場の大黒山島や河久島などの離島も群域としている。外は韓国最大級の塩田及び広大な干潟があることで有名で生態系が保存されている。多頭海と称される、この付近の海は東アジア地域の海上交易の舞台となった。14世紀に中国のネーハから日本の博多に向かう途中、同徳島沖で遭難。 沈没した大型交易船が1976年に発掘されている。新安沈没船と言われるこの船からの発掘物は船舶し、中世交易史をたどる上で貴重な資料となっている。1969年、無安軍から分離して新安軍となった。新安軍の行政区画図にいう12面から構成される。軍庁舎はかつては旧羅市に置かれていたが、 2011年4月25日に、おしかいゆうへ移転した。軍手は母空領、木うり木浦市などから船便がある。いくつかの島は、橋で結ばれている。大官民国内大官民国外。ありがとうございます。